役に立てるといいのですが。気合い入れていこう。出だしでつまずかないようにね。環境地変動、戦闘態勢への移行を指示。腕が鳴るぜ。Thank you.
文句のつけようがねえな。用事か？ありがとうよ。用事か？しっかりな。用事か？あばよ。
お役に立てるといいのですが。腕が鳴るぞ。あんな大きな結晶があるなんてね。あんなの初めてです。やったな。これだけでかいのがあるなら探せばもっとありそうだぞ。ねえ、一度帰らない？なんでだ。100個ぐらい集めて帰ろうぜ。まだ強気に行動するのは早いかなって思うの。俺様は余裕ありまくりだぜ。平気だって。あんたグランをもう使いこなしてるの？お前は違うのか？私はまだ不安がね。それは気づきませんでした。バディもだけどみんなすごいよ。もう自信持って戦えてるんだから。簡単には自信なんてつかないよ。今もついてくので精一杯でさ。まあ進むか戻るかの判断はみんなに任せる。私はついていくから。そうか。じゃあもう少しだけ進もうぜ。100個は無理でももういくつか見つけられたらこの辺にもっとあるって確信できるだろ。了解。じゃあもう一頑張りしますか。
はまだなのか。悪い、待たせたな。その声は、足元でちょろちょろやってんだ。デカブツは脳天狙いが定石だろうが。そんなこと言われても。さっさと船まで走れ。あれのぶっ殺し方後回した。逃げろって言うんですか。引き際も読めねえ雑魚がかっこつけてんじゃねえ。新人、こいつらまとめて早く行け。ケツを守ってやる。よく生き残ったな。すみませんでした。俺にもっと力があれば。カッコつけるなと言っただろうが。あんなのは倒せるときに倒せばいいんだ。倒せるんでしょうか。上から攻めりゃ勝算はある。それは分かった。問題はどうやって上を取るかですね。毎回都合のいい地形があるわけではないので、高所から攻めるというわけには。登ればいいじゃないか。は？シャロン、あのデカブツに登る道具を作れ。なるはやでな。登る道具ですか。わかりました。やってみます。もうわかっちゃったの？できなくもないかな、なんてまだイメージだけですけど。ああ、そうそう。あの巨大な物体のことだけど、名称はギガンテスとします。ギガンテス。強そうな名前だな。その方が勝ったとき気分いいだろう。なあ、シンジ。そうだろ、そうだろ。観測データを見ると、ギガンテスは他にも多数生息しているみたい。あんなのがたくさん。だから何らかの対策が必要なんだ。対ギガンテス用ツールの開発ですか。ラボの施設拡張も検討しなくては。そのためにより多くのグランが必要になります。大変だとは思いますが、グランを集めてラボに供給してくださいね。何をやるにもグランが必要。何もできないよりはマシだろ。そういうことだ。ギガンテスにリベンジするぞ。飛竜上運とはこのことですね。私にご用ですか。お願いしますね。俺に言おうか。頼むぞ。ご用件でしょうか。
しくお願いします。レヴァン、あれはできたのか？ええ、使えるはずです。シャロン、これです。何ですかこれ？これはヘイローと言いまして、ギガンテスに向けて使うことによってグランの力場を形成して足場を作る装備です。あ、足場？足場を作ってギガンテスを登るんですか？そりゃ登れば上から攻撃できるが。誰よ、そんなアイディアを出したのは。ヒルディア艦長です。なんか変か？自分を基準に物を考えるのやめない？え？おかしいか？どこでギガンテスと遭遇しても上から攻撃できる画期的発明だろう。惑星探査隊オルタの勇士なら使いこなせる。そうだよな？見ろ、ほら見ろ、完璧じゃないか。問題が一つあります。ヘイローは対ギガンテス用なのでテストができないのですよ。それは俺がやる。いや、お前らと一緒にやるよ。ギガンテスをぶっ殺そうぜ。いいですね、やりましょう。艦長が一緒なら、まあ、いっか。うまくいくかな。いってらっしゃい。いい報告だけを待ってるわ。大丈夫、ファイトですよ。ご分を。